近畿大会準々決勝。1回戦をサヨナラで勝ち上がった智弁学園は、京都の強豪龍谷大平安と対戦。初回2点を先制された智弁学園ですが、ストレートが走るようになったとエース西村は徐々に調子を上げ、味方の援護を待ちます。7回、勝ち越しに成功した智弁学園は続く8回、ランナー3塁2塁で3番前川。自分に回ってこいという気持ちでずっと待ってて、絶対打てるという自信しかなかったので。貴重な追加点を挙げます。続く4番キャプテン山下は、左中間へのツーランホームラン。終盤粘りを見せた智弁学園がベスト4進出。選抜出場を大きく手繰り寄せました。